簡易宿所とは、日本の宿泊施設の類型。旅館業法における4種の旅館業のうちの一つ。簡易宿所は、旅館業法でいう、簡易宿所営業すなわち、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び、設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものを行う施設を言う。旅館業法施行令に定められる。 構造設備の基準によれば、旅館業のうち旅館営業をなすには原則として5部屋以上の客室とそれに伴う定員を必要とすることから、その基準に達しない4部屋までとか2段ベッド等、階層式寝台を設置している施設が簡易宿所に該当することとなる。スポーツ合宿所、民宿もこれに該当することが多い。また、カプセルホテルもこれに該当する。 2018年6月の民泊法制化に伴い、民泊としての営業は年間で最大180日に限られることから、簡易宿所として認可を取る方向に動く例もある。簡易宿所営業を含め旅館業を経営しようとするものは都道府県知事の許可を受ける必要がある。簡易宿所営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行例で次のように定められている。 客室の延べ床面積は33平方メートル以上であること。階層式寝台を有する場合には上段と下段の間隔は概ね1メートル以上であること。適当な換気、最高、照明、防湿及び排水の設備を有すること。当該施設に近接して公衆浴場がある投入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、 宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。適当な数の便所を有すること。その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。一般には極めて低額で宿泊できる民間施設のことである。通常、旅館業として営まれているが、 主に住所不定の日雇い労働者等がそこを常宿として生活する場合が多く、旅館というよりも日割り計算のアパートといった方が近い。す泊まりが通常で、宿泊費は前払いを原則とする。かつては通称土屋と言われていた。これは宿を人が住むところではないと自重的に逆さまに読んだのが始まりと言われる。日雇い労働者が多く、 彼らが寝泊まりする簡易宿所の多く立ち並ぶ町は、ドヤ街と呼ばれた。こうした場所には労働者を求めた日雇いの求人が、毎朝多数やってくることから、寄せ場とも言われ、横浜の小飛城町、大阪の釜ヶ崎、東京の山谷が三大寄せ場として有名である。こうした町は、戦後復興期から高度経済成長期の間に、全盛期を迎えた。 他にも東京都の高橋、神奈川県の川崎駅周辺、名古屋の笹島、神戸の新川や新海地、広島の駅南口周辺、福岡市の筑港にも土屋街が形成されたと言われているが、現在では都市再開発や土地区画整理事業などによりほとんど消滅している。終戦直後から高度成長末期の昭和40年代頃まで、 首都圏では、農寒期の季節労働者を受け入れるための施設、地域が多数、生まれ、土屋街を形成した。土屋は、相部屋から一条一軒の狭いながらも、個室形態を持つものまで様々あったが、1990年代以降、工事現場等で機械化が進み土屋街の、労働力需要が低下すると、人口や、住民構成に変化が生じ始めた。これに高応するように、 簡易宿所も改装を行うところが増え、六条館やカプセルホテルタイプなど、一般の旅館と外見上の区別がつかないようになった。こうしたタイプの宿泊所は、外国のガイドブックに安価で安全な宿として紹介されるに至り、外国人のバックパッカーが訪れる姿も珍しく、なくなった。2015年5月17日。 神奈川県川崎市川崎区西新町の簡易宿所吉野から出火。老朽化かつ違法に増改築された3階建ての木造施設で火の回りも早く死者11人を出す被害となった。火災後、川崎市では簡易宿所に対する消防法の適用が厳格化され違法な施設の廃業等が相次いだ。また、利用していた高齢の生活保護受給者の減少が 見られた。ビジネスとしての魅力そがれた民泊に180日の壁。ニュースイッチ。https コロンスラッシュスラッシュ newswitch.jp スラッシュ p スラッシュ132292018年6月9日閲覧。大阪、アイリン地区の格安宿、外国人旅行者に人気朝日新聞2007年8月31日。 基事11人、死亡、2年、変わる川崎の館宿度2割廃業、天極バウム高齢者毎日新聞2017年5月15日、閲覧。ありがとうございます。